はい、じゃあいよいよ3部に入りますけどね、アマカスですね、137になりますね。はい、当今に勝つシリーズは、7年近くにわたり YouTube に動画を上げております。まあ、好評なのが今卑弥呼を土台にした、和人伝から始まる、大変好評いただいております。また田中角栄なども、見られているようです。その他詳細については、アメブロシーサーブログでお願いします。はい、じゃあ引き続きお願いします。ただいまのところはですね、古見忠之という満州国官僚が、はい、日本の敗戦後さらに捕まりまして、その後中国側が先犯容疑者として引き渡しを要求いたしまして、古見忠之は武順という刑務所に収容されました。そこでですね、彼は思想改造を受けましてね、そして自分が犯した満州国での罪状、中国本土での罪状をですね、詳細に書きつけた文書を残しておりますね。その文書に基づくですね、彼の話をしておりますね。はい、ちょっと書きますとね、古見忠之は最終的な還暦は満州国の総務庁次長なんですね。はい、最初は日本の大蔵省から派遣されまして、主計局のですね、死刑所のですね、維持官僚です。死刑所というのは満州国の財政を管理するところでございます。日本の大蔵省でも死刑局というのがありましてね、死刑局が一番重要な局でございまして、その死刑局の次長局長から大蔵次官が生まれるのが普通一般的ですね。その主計局から出発して最終的にはね、満州国の総務庁次長まで昇進しました。総務庁のトップは当時は満州国人でございますから、これは日本人の官僚のトップなんですね。そして満州国の総務庁次長の ポストにはかってね、岸信介が岸信介さんが満州国の次長でありました。はい、その上に星野直樹というね、あ、はいはいはい、まあ、岸信介から言うと先輩にあたる方がね、当時は満州国総務庁長官でおりましたけれど、その方はね、寿命屋さんでございまして、政治的な動きをする方はことはありませんでしたけれど、星野直樹の下にありながら岸信介が政治家的な動きをいたしましてね、まあ、この人が実質的なトップだったんです。そして戦後ですね、岸信介は総理大臣の地位にまで上ったわけですよね。岸内閣を作りまして、はい、それについてはさまざまないろんな噂が岸信介が付きまとったんです。確かに汚職の疑いがいっぱいあったんでございますけれど、はい、彼は汚職で摘発されることはありませんでした。
ありませんでした。なぜかというと、悪いかでもね、彼はね、いわばマネーロンダリングをしてですね、きれいな金にして受け取ってるわけですよね。余人深かったんです。満州国の時代もそうですよ。吉信助はアヘンをですね、扱っておりましてね、満州国がアヘンを扱っておりましたからね、そうですよね。その財政にアヘンの収益を組み入れておりましたからね、したがって満州国のですね、官僚のトップである吉信助が知らんわけじゃありませんけどね、しかし記録上はですね、そうですね、アヘンとのつながりを吉信助は全く残さずに日本に帰っておりますね。さまざまな噂は言われておりますけれど、吉信助の後を継いでアヘンを取り扱ったこの古見忠之という人間がですね、一切の責任を負いましてね、吉信助は、吉さんはアヘンには何も関わりはありません。天笠正彦も関係ありません。アヘンを一手で扱ったのは古見忠之本人と、相手方の業者は里見始めというですね、はい、アヘン商人です。騎士は関係ありませんというかばい立てをですね、いたしまして、吉信助にアヘンの責任が及ぶことはなかった、うん、ただ古見忠之はアヘンを扱っているということを公言しておりましたからね、日本が戦争に負けますと彼はソ連に拉致され、それから中国ですね、中国に引き渡されまして、中国の武俊というところにある刑務所に収容された。武俊、そこで古見忠之は懲役18年という刑を受けたんですね。中国というのはね、なかなか日本人にはね、温情的だったんですね。うん、紹介先が、恨みに報いるに徳をもってせよと言った。日本は中国全土をですね、侵略いたしましたがね、侵略いったってですね、日本の国力から言ってね、兵力から言って、点と点を押さえただけでございますけど、中国の主要都市をね、とにかく押さえてしまいました。そして占領過程ではね、さまざまな蛮行も犯しましたけどね、蒋介石は日本が負けた後、日本人をね、500名ぐらいの日本人の官僚で責任あるものをこの武俊刑務所に収容しましたけど、それ以外のものはみんな返したんですね。逆にソ連あたりはね、抑留して強制労働、ありましたね、シベリアの極寒の地でですね、まあ、40万とも50万とも言われる人がですね、寒さに耐えて労働して、栄養状況が悪いからみんなバタバタ死んだんですね。そしてロシア人というのはね、女性に対してもね、暴行を繰り返しましたよね、うん、女を出せ女を出せで日本人の部落や教育者中に やってきたはね、日本人の女を連れて行って、そして親や兄弟の場合でもね、暴行行為を繰り返しました。中国はそういうことをね、蒋介石が止めたん、やるなという、うん、特に、共産党はね、止めましたね。したがって日本人の女性が毛沢東の軍隊の兵士によって暴行を受けるということは全くありませんでしたね。まあ、例外があったかもあれな、まあ、全く なかったと一緒だ、うん、さて古見忠之はアヘンを扱った、あるいはいろんな罪業を犯したということをですね、認めた。したがって、古見忠之は懲役18年でございますけれど、途中で釈放されて日本に帰っておりますよね。彼が
武順刑務所で思想改造を受けましてね、なるほど、軍国主義的な傾向がなくなったということを中国当局が認めると返したんですね。福山忠之が、まあ、彼はトップでございますからね、ユンタンバメンについて、まあ、中国から言うと犯罪行為を犯しておりますね、彼がいわば反省文を書いた文書が残ってるんですよ、膨大な文書がね、それをですね、王毅というですね人物がいます。王毅、今は中国共産党政府の外務大臣をしておりますけれど、この方はその前はね、駐日大使だった。駐日大使、20年ぐらい前は駐日大使、その時にね、古見忠之以外の戻った者が書いたね、いわば自分がこういうこと罪を犯しましたというですね、反省文ですね、これは罪の認諾書でございますけどね、それを日本に引き渡したんです。民間団体でございますけれど、引き渡しを受けた者がね、今それを翻訳をしてですね、出版の準備をしております。一部は発表されております。つまり古見忠之が中国で犯した罪業についての愛に関する部分について今説明しておりますけどね、しかし古見忠之はある意味卑劣な人物ですね。つまり犯した罪業について罪ですね、罪について反省文を書いて日本に帰りましたら、その途端私が中国でやったのは理想的な満州国を作ろうとして、五族共和と王道楽土のために邁進したんだ。今日は王道楽土の建設のために邁進したと。犯罪的行為なんてやったことはないということでね、中国での反省を忘れてね、そして自分のやった行為を美化して本を書いてありますね、満州国の弓を消えず、こういう本を書いております。中国の夢は消える。つまり五族共和というのはね、日本人、漢人、満州人、蒙古人、それに朝鮮人が入りますね。五族が平等で理想国家を作ろうということで、共に働こうという理想の国だと。そしてその国を、満州国を王道楽土にしようとした。その理想のために私は満州国で邁進しなったというですね、そういう本を書いておりますね。つまり勝って彼は日本に帰るについて罪を認めて反省文を書いた逆のことを書いてるんですね、うん。まあ、これについてはまた前にもちょっと触れましたし、今後も触れると思いますけどね、はい、まあね、ある意味卑劣な人間でございますけれど、彼はね、反省文を書いたのは
内容的に真実された、真実とされております。あ、そうです。その解説を今しておりますからね、はい、その続きを今から申し上げますから、はい、ちょっと休憩いたします。はい、ありがとうございます。